模擬講義を始めたいと思います。先進理工学科の共通教育部の鈴木です。これから60分間皆さんと一緒に少し光の勉強とそれからデモをして、電気通信大学でこんなことをやってるんだというのを見てもらえればなと思います。今日は見て分かりますように、表にこういろいろちょっとさっきバタバタしていましたが、いろんな道具を持ってきました。でこれらは、実際に、大学に入った後学生さんがいろいろ使っているものです。それを元に、今日のお話をしたいなとそういうふうに考えております。で、今日のタイトルは光を分けると分かること、そういうタイトルを付けさせていただきました。でその中で、私のやっている研究室、それから近くの一緒にやっている研究室の、図が出ていますけれども、これは表紙だけで、中は少しもうちょっと違うお話をしたいと思います。で私は1年生、皆さんがもし大学に入ってきますと1年生で全学共通 の授業をするところがあります。そこで、物理を教えていますが、また大学学部、それから大学院で専門的な物理的な科目を教えています。で私の所属している専攻は先進理工学専攻で、今度開祖になりますと、基盤理工学専攻という形になりますが、そこではどういうことをしているかといいます と、ちょっと下の方に、見づらいかもしれませんが、電子技術、それから光技術、そして物理、化学、生物、そういうようなことを勉強して新しい工学につなげようという、そういうような学科になります。で、特に高校の皆さんですと、光科学だとか電子技術、これは高校の授業に直接は名前がないと思いますが、物理や化学、生物などそういう名前で、理科をやってると思うんですが、その、お話を交えて少し、勉強していきたいな。で今日はプロジェクターを2台用意してあります。こちら側はこういうようなスライド、それから実はこちら側は後でいろんな光を見るときの光の様子を見ます。ですのでこの2つのスライドを使いながらちょっとお話をしていこうと、そういうふうに思っています。さて、私 の自己紹介ですが、名前は鈴木勝です。そして1959年10月10日生まれで、若い高校生の皆さんにはあまり関係ないと思うんですが、よく東京オリンピックが開かれた日なんですね、10月10日って、ね、で体育の日だったんです。今度また日本オリンピックが開かれますが、体育の日に生まれたんですかっていうんですが、残念ながら僕が生まれた時はまだ体育の日じゃなかったんですね。そして山形県鶴岡市で、生まれて、東京に来ています。そして専門は、低温物理学、それからちょっと耳慣れない言葉ですがナノトライボロジー、ナノっていうのは小さいという意味で、トライボっていうのは擦るという意味で摩擦学ですね。それからあと物理チャレンジ、物理オリンピックの仕事をさせていただいています。物理オリンピックは今年インド大会がありまして、見事金メダルを1名取ってきました。でそういう仕事をお手伝いをしております。さて今日は、お話しするのは分光学、分光学スペクトロスコピーということです。で分光というのはもう言葉のように、光を分けるということです。光を分けるっていうのはどういうことかというと、もう皆さんは太陽の光が7色である、そういうような話は聞いてると思います。で、虹を見ると太陽のこう光が色の帯になって見えるわけですが、その色の帯、これをこう分けて観察するというのが分光という言葉になります。でこれ有名なのはニュートンが光を分けて太陽の光にこう7色の色が入ってるんだということを示したということですね。右側に、こう虹の絵がこういうふうに出ています。空にかかっている虹はまさに、自然が光を分けた、そういうような結果になります。さて光の分け方ですけれども、光って、どうやって分けれるの、それを少し、お話ししたいと思うんですが、その前に、太陽、せっかく太陽が出てきましたので太陽の光を分けたらどんな風になるの
これはちょっと、まあ、教養として、勉強しておこうというわけです。で、太陽の光を分けると、ここから、青から始まって、これずっとこう動いてきているんですが、これは何が違うかというと、青い光は、波長が長い。波長っていうのは波のこの繰り返しの感覚のことですね。波長が長い。あ、ごめんなさい。逆さまです。青い光は波長が短い。そしてだんだんと波長が長くなっていくと、水色っぽくなって緑、そして黄色、赤で、そういう風になります。赤になると波長が長くなります。で、この波長どのぐらいの長さっていうと、我々の人間の感覚っていうのはこうメートルっていうような感覚ですが、それに対して、1ミリ、ちょっとこう物差しのメモリ、その1ミリよりももっと波長は短くて、だいたい青から赤で400ナノメーターから700ナノメーターと言われています。で、どのぐらいっていうと、1000分の1ミリの半分ぐらいです。1000分の1ミリですから、簡単に目には見えないぐらいの短いこう間隔の波になっています。そしてそれを分けてみると、こういうようにずっと色の帯になっているわけです。で、こちら側のこう見えなくて黒くなっているところは、これは、赤外線、そして、これお肌に悪い紫外線ということですね。青っていうか紫の外側にあるので、紫外線、赤の外側にあるので赤外線っていう名前がついているわけです。で、これ先ほどの目に見えない光まで含めてこうやって並べる、そういうのを分光というわけです。で、実際にこの分光っていうのを、目の前にこちら側で見てもらっているのが、この装置です。実はどういう装置になっているかというと、これパソコンがあるんですが、ここに、光の入り口があります。ここに光の入り口があります。その光の入り口をこの箱で、分けて、そのデータをここに取り込んでいて表示しています。細かい数字は見えなくてちょっと申し訳ないんですけれども、こちら側の下に光の波長が出ています。先ほどナノメーターという単位をちょっと言ったんですが、同じ単位で出ています。ちょっと数字が小さくて見えないんですが、400ナノメーターというのはここにあります。そして右側に行くと長くなりまして、どこだ、ここで1000ナノメーター、これ1マイクロメーターと同じです。で、赤っていうのは700ぐらいなので、このぐらいですね。ここが赤、このあたりが、青と。で、左側が紫外線が見えてて、右側が赤外線が見えて、こういうように見えてます。そして縦軸はこれ何っていうと、入ってくる光の強さ、今ここにピークがピューってありますけれども、どういうことかというと、550ナノメーターの光がずっと入ってきてここにありますよ。で、この辺バタバタしているんですが、これは雑音、どんな静かにしてもこうバタバタしているものがありますので、そういう雑音があって、ところどころ少し高いところがあって、こんな風になんかぼーっとしているわけです。で、この分光装置を使って今日はいろんな光を見てやりましょう、そういうことです。で、光、太陽の光を分けるっていうのはまさに、地球科学、地学の分野なわけですが、まず光こうやって分けて色を見るっていう、すぐ思いつくこと、それはどんなことかっていう と、中学、ひょっとすると小学校でやったかもしれないんですけれども、炎色反応ということです。炎色反応っていうのは、向こうのスライドを見てくださいね。炎色反応っていうのは、水溶液に金属が少し溶けているものを、ガスバーナーでこう燃やしてやる、燃えるわけじゃなくて、温めてやると光りますよ。そして光が出てくる色を見ると何が溶けていたのかが分かる、そういうようなことを勉強したわけです。そして、溶けていた金属の種類によって、様々な色が見えますよ。
で一番見て左側のところは、リチウム、まあ、リチウムってどこにあるのって、まあ、それは、まあ実は元素のこう表に出ているんですけれども、あまりちょっ と、どこにあるかって思いつかないかもしれませんが、もう電池に使われているようなリチウムですね。リチウムを炎の中に入れるとこういうようなちょっと赤ピンク色みたいな色が見えるわけです。で隣はナトリウムです。これは塩ですね。でこれオレンジ色、これ例えば、魚を、塩を振った魚を焼きますと、ガスの炎に入ってこう橙色の炎が見えると思うんですが、これは塩があったからです。そして、カリウムとかちょっとルビーの中に入ってルビジウムとか、そして、一番右側は銅ですね。まあ銅の色はこう青色、緑色ですね、青っていうよりも緑色に見えるわけです。こういうように、光の色を見ると、中に入っている材料が分かりますよ。でこれはまさに、化学の方法なわけです。科学的な分析をする一つの方法です。私たちの学科の中にはそういうように、こういう材料を分析したりする科学的なそういうようなことをやっている方もおります。でこの色を使った代表的なのはそこの下の方に出ていますが花火です。花火のこういろんな今色が見えますけれども、この色っていうのは火薬の中に、こういうような金属を混ぜて光らせているわけです。で花火って昔からこんな色だったわけでは実はなくて、江戸時代の花火は単にこう明るかっただけでこんな綺麗な色がついていたわけではありません。でこういうように、光をこう色を見ると何が溶けているの、どういうものがあるのって、そういうのが分かるっていうのがすごく大事なことです。で、まあ、もう一回ちょっと見て、それを実は分光してみると色ではなくてどこにどれだけの光が来ているかというのが分かるわけです。これが、スペクトロスコピー、それから出てくるものをスペクトルというわけです。ナトリウムはここに、橙色のところにこういうようにオレンジ色の光がポーンと見えるわけです。でこれでオレンジ色に見えてたのね。それに対して、まあ、白熱球はボーッとあります。で先ほどの太陽は全面にボーッとこういうふうにあったわけです。さて、どうしてこういうふうに、光をきちんと波長ごとに分けられるのかっていうのを少し、ちょっとデモをしてみよう。で分光をしている機械の中に何が入ってるのかというと、実は、まあ、ちょっと、まあ、デモでまあ、おもちゃですけれども、こういうような、これ実は解説講師っていうものです。でこれはデモ用のもので、これと似たようなもっときちんとしたものが入ってるわけです。これを、光を通すと光がどういうふうになるのかというのをちょっと見てもらおう。それできちんと光が分けられますよ。じゃあちょっと、いいですかね。下の方に、緑色の、これ緑色のレーザーです。これ緑色のレーザーはこれポインターでこう刺している、よく使われるものですが、この、解説格子を通すとどんなことが起こるかをちょっと見てもらいましょう。真ん中に明るい光があります。その両脇に、緑色の光がこう見えているわけです。光をまっすぐ進むものと、横に分けるものと、そういうように、分けることができるよ。これが解説格子の、まあ、なんていうのかな、働きなんですね。でどういうふうになってるのかっていうと、解説格子っていうのは、格子っていうのは、まあ、日本語だと、まあ、
いろんな書き方の漢字がありますが、こう縦にこう筋が入っているこう筋の格子、格子ということです。さて、じゃあこれを波長を変えた、赤でちょっと暗いんですけれども見てもらおうと。赤はこれちょっと電気を消しますかね。ちょっとかすかにこれを、消した方が本当はいいのかもしれないですけど、ちょっとこれ一緒にプロジェクターをこれ一回止めるとまた立ち上がらなくなるかな。じゃあちょっと近づいてやらないとできないですね。赤の光ちょっと弱いですけれども、まず赤の光を見るとど真ん中にこれ来ているのはポインターの光ですね。そしてこのところに2つこう赤い光が出ています。で、それじゃあ緑をちょっと重ねてみましょう。そうしますと、ここちょっと真ん中のところ合わせてくれる位置、近づいて、広がる、感覚がちょこっと違うんですね。ちょっと、角度がね、ちょっと僕はやります。広がる感覚がちょこっと違うんですね。赤の方が遠く、こう両側遠く広がってますね。それに対して、緑の方が少し狭く広がってますね。そうすると真ん中から入ってきた光を、受けるところを横に置いときますと、緑の光は内側で、それで赤の光は外側に来てるっていうことで光を分ける、そういうようなことがあの中に入っていて、どうも。それが、電気的な信号に変えてやるわけです。さて、じゃあこの分光を使って少し実際にこちらで見てみましょうと。で、今度はこちらのスライドをちょっとあのスクリーンをちょっと見てほしいんですが、なんかこう映っているわけですけれども、ちゃんとした光を入れることにしましょう。これあの、電球ですね、電球ですね。この電球を、光の入り口がここですので、そこのところにちょっと置いてみましょう。光が強く入ってきたので、先ほどバタバタしていたものが、きちんと見えることになりました。いいですよね。こう蛍光灯の光っていうのは何かこうぼーっとあるんですが、細い線がたくさんこう立っているんですね。これがあの蛍光灯の特徴です。実はこの細い線が立っているということから、蛍光灯に何が含まれているかっていうのが分かるんですね。それがまさに、分光という、そういうことになるわけです。じゃあ、何が含まれているのっていうと、いや、つけといたんですけどね。実はこれはあの、水銀ランプなんです。ちょっと水銀ランプをちょっと見てみましょう。水銀ランプの光を入れますと、これ水銀ランプの光です。わかります？あの先ほどと違って、ぼーっとした部分はないですけれども、鋭いこう立ち上がりの光が見えますね。それをちょっとこちらに変えてみましょう。わかります？これがあの、水銀の光、それに対してこれが
蛍光灯の光、とんがったところはほぼ同じところに出ているはずです。ですので実は、蛍光灯の中にはごくわずか水銀の光が水銀が入っているということなんですね。で、この分光というのは非常にこうパワフルな分析で、必ずしも、科学的に例えば化学反応をさせて水銀が入っているかというのを調べなくても手が届かないところでも、何が入っているかというのが分かるというわけです。で、実は太陽のスペクトル、これも、どんな光が来ているかというのが分かって、太陽の大気に例えばナトリウムがありますよとかそういうことが分かってきたわけです。そして、縁日で風船を売っていてヘリウムって上に浮かぶ風船が売ってると思います。そのヘリウムっていうのはもともと太陽の元素ということで、太陽でまず見つかったわけです。それも直接太陽にはいけませんので、分光をしてこの地球上にはない元素があるんだということを言ったことになったわけです。で、さて、もう一回ちょっと水銀と、蛍光灯のランプの比較をちょっと書いておきます。上が、蛍光灯で、蛍光灯っていうのは少しぼーっといろいろ光が出ているんですが、それは、だけどこの明るいところを見ると水銀と同じようにこういうふうに重なっています、ね。で、蛍光灯の蛍光というのはどういうことかというと、蛍光灯って白いですね。それは中に、蛍光の塗料がこう塗ってあって、水銀から出てくる光を一回、変えてやって出してるわけです。で、元々の光は水銀から出てきます。で、蛍光灯の種類によってなんか赤っぽい蛍光灯だとか白っぽい蛍光灯だとかそういうのがあるわけですが、その色の違いっていうのは、この水銀から出てくる光ではなくて、ここのところをぼーっと決めているこう塗料の光なんですね。これが、この蛍光灯の色合いを決めているという形になります。さて、いろんな電球、ちょっとそれぞれどんな風な光が出てくるのかっていうのをちょっと見てやろうと、そういうふうに思いますが、あんまり馴染みのない光からまずいきますか。これ、これはキセノンランプ、ハロゲンランプ、そうハロゲンランプです。ハロゲンランプの光は、こんな形です。自動車のライトだとかそういうところに使われてたりする。これ随分形違いますね。違いますよね。それから、もう絶滅危惧種になりつつある白熱電球ですね。白熱電球ですね。白熱電球はもう日本で作られてないということですが、白熱電球、これも柔らかくていい感じの光なんですが、これはどんな風になってるの？行き過ぎた。これ白熱電球です。白熱電球もさっきのハロゲンランプと非常によく似た形でこうぼーっとこういう風に見えるわけです。これ白熱電球の光です。いいですか。で、つまり、分光をしますと一体どんな風に光ってるかっていうのが分かるわけです、ね。光 の、出どころのこう誕生の秘密を探れる、それが、分光の特徴です。で、分光の技術には先ほど光を分けるっていう技術はまさに物理的な現象を使っていて、そしてその材料を調べるっていうのはまさに科学的なこと、そういうようなことになるわけです。
さて、もうこの頃だいたいこう、まあ、蛍光灯、白熱電球はもうほとんどなくなってしまって、蛍光灯が使われている、それから最近は、LED が使われていますが、 LED の光をちょっと調べてみましょう。白色ってどういうことかっていうのをこれから少し、お話ししたいなというふうに思います。白色っていうのは、いろんな光が混ざっている状態が、まあ、先ほどの白熱球もいろんな光が混ざってました。で、蛍光灯もいろんなところに光がこうバラ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 混ざってました。で、ニュートンが太陽の光を分けるといろんな色が混ざっていて、それがまとまると白い色になりますね。そういうことをやったわけです。さて、じゃあ LED、あ、こっちじゃないな。LED をちょっと見てみましょう。これ LED ですね。これ LED、 少し眩しいですけれども、LED、これは LED です。で、この LED がどんな形で見えるのか、ちょっと想像してみてください。その後、少し実際に見てみようと、そういうふうに思います。いいですか？少し考えました？で、この LED をちょっと、LED はこんな光です。予想と合ってました？で、 LED は、左側がちょっととんがっていて、右側が少し、まあ、山になってる、こんな光なんですね。白熱球と随分違う形です。あ、こうオーバーフローしちゃいましたけど、こんな形ですね。で、白熱球とちょっとまあ、似てた、ハロゲンとちょっと見てみますか。これハロゲンはこうでした。こういうふうに、まあ、かなりのっぺりした光です。それに対して LED はこんな光です。で、蛍光灯も見ましたよね。蛍光灯は どんな形をしているかっていうと、これ蛍光灯ですね。こんな形です。よし、これ蛍光灯ですね。で、少なくとも同じ白でも、白熱球の白とか赤っぽい白と、この蛍光灯の白と LED の白って中身が違うんですね。で、じゃあ電通大のこの建物は何の電球が使われてるかっていうのも当然分かるわけです。うん、つけてみてください。で、まあ、LED 実はもうちょっとやってみれば、こんな風になってるところを見れば何が使われてるかもう分かりますよね。もうそのうちこれは省エネで、LED に変わると思うんですが、ちょっといいですかね、どこでもいいんですが、こうです。あ、つまりこの部屋の白っぽい光は、あ、蛍光灯なんだ、そういうのが分かるわけね。で、まあ、そのうち省エネで、電通代もいろんなところが LED になってきていますので、まあ、そのうち LED に変わっていくんでしょう。ただ少し LED の方が同じ白でもちょっと色合いがちょっと違いましたね。さて、じゃあここからは、なんで色合いが違うのに白になるのか、白っぽくなるのか、そういうのをちょっと、見てみようと。それは実は、物理化学だけの知識ではなくて、生物のこの先進理工学科で、先進理工学専攻では、物理化学、もちろん電子工学や光化学もやってるんですが、その他に生物の研究もしています。ですからこの光っていう切り口で見ると、この学科は、
すべていろいろ含まれているわけです。さて、光っていうのは、光の三原色ってそういうのを、習った人も多いんじゃないかと思うんです。で、色の三原色と光の三原色っていうのは、2つありまして、色は、絵の具をこう混ぜていくと黒くなるんですけれども、光は混ぜ合わすと白くなるんですね。で、これが光の、三原色です。RGB っていう言葉を聞いたかもしれません。赤と、ちょっとこれ場所が違います。赤と青と緑で、これが光の三原色です。で、それを、3つ混ぜると白くなりますよ。3つ混ぜると白くなりますよっていうことです。で、赤と青を混ぜると赤紫になるし、赤と緑を混ぜると黄色になります。じゃあ緑と青は水色っていうことです。さて、実はコンピューター上ではこの RGB の色にカラーコードがついています。カラーコードがついています。6桁の、記号でできているんですけれども、白は FFFFFF が6つ並ぶわけです。青は、0000FF で、緑は、00FF00、 赤は FF0000 って、そういうように、一番最初は RGB という順番にどれだけの色を混ぜるかっていうのが出てるわけですね。で、電通大にはスクールカラーっていうのがありまして、ぴったり再現できてるかどうかはわからないんですけれども、スクールカラーはこの色です。この色なんです。青ですね。で、青なんですけれども、そこに単に青っていうことではなくて、ちゃんとRGB の割合が決まってまして、1A1AD4 っていう、そういう色が電通大の色ってなっています。で、これを、1A1AD8 というと、この色しかないんです、ね、この色しか出てこない。もちろん、正しくはこのプロジェクターが色を構成して、全部して正しい色が再現されるので、少し古くなったプロジェクターとかパソコンでは同じ色に見えないかもしれません。ですが、例えば、この色を言うと基本的に同じ色が見える、こういうようにカラーコードがついているわけです。じゃあ RGB ってこれ4原色じゃなくて3原色だっていうのは、どういうことなのか、そういうことです。で、それは人間の目に少し関係があるって言われています。これが人間の視細胞の色感度、そういうことです。で、視細胞には、明るさを感じる細胞と、とにかく明るいか暗いかって見るのと、ある波長の明るさに対して反応する細胞と2種類あります、ね、そして、実は、ここは点々点となっているのは明るさに感じる細胞なんですけれども、赤に強く感じる細胞 と、緑に強く感じる細胞と青に強く感じる細胞があります。で、人間の色を関係なく光の強度を感じる細胞はここにあって、人間は、緑にすごく感度があるんですね。これレーザーポインター、光の強さ同じぐらいでも青は明るく緑は明るく感じます。ですが、こういうように赤緑青っていうように、光のこうそこにだいたい光が来るとよく感じる細胞が3種類あるので、だいたい光を3つの、色に分けて調べる、そういうことが人間の目の中に起
行われているので、大体三原色となっているわけです。さて、もう一回そのスペクトルと光の色の関係、最初の方に、スペクトルと光の色の関係のお話をしました。ちょっとずっと戻ってみましょうか。これが太陽のスペクトルと色の関係です。で、太陽の光っていうのは7色に、こちら側が波長が短いって言いました。波長が短いって言いました。そしてこちら側が波長が長いって言ったわけです。そしてこう青紫から始まって青になって水色になって緑になって、黄色赤ってこういう風になっているわけです、ね、波長に分けると色が分かる。ところがこの中に、実は存在しない色っていうのが我々感じることができます。この中に何色が足りなかったと思います？この中に、足りない色があるんです。我々は知っているだ、知っているっていうか目に感じられる色だけれども足りない色、そう、赤紫が足りない。赤紫、紫っていうか赤、そう、紫、赤紫、あ、ごめんなさい、紫が足りないんですよ。ごめんなさい、紫が足りないんです。これが色相図、XY 色度図とかいう図の表し方です。光のスペクトルはここのところにずっと並んでいます。で、三原色で混ぜることで人間の色が感じるので、青と赤を混ぜて紫、これは、分光して直接光をこう並べたところに出てこない色なんです。いいでしょうか。そして、赤と青を混ぜて赤紫を作りますよ。で、そういうことでこう人間はスペクトルにない色を見ています。さて、RGB ってどういうふうに決められているかっていうと、この中を全部覆うわけではありません。三原色あったら、全て全部の範囲を覆えるのかっていうと、実はそうではないんですね。混ぜられる範囲しか覆えません。で、カラー印刷、これはあの光のものなんですけれども、カラー印刷でも3色あったら、あと、まあ、あの全ての色を作れるのっていうと、残念ながら3色あって全てに色は作られません。作れるのはこの、例えば内側のここの点、ここの点、ここの点を基準にしたこの3つを混ぜられる色だけです。で、白はそれを混ぜて、例えばここの3点で RGB を決めると、これ Adobe の RGB かなんかで決まってる。で、ここの色は作れないんです。作れないんです。で、絵に描いてあるってことは作れなくて色が出てるっていうのは、これ正しい色じゃない。だけど、まあ、あの作れないんですね。さて、白のお話です。で、ここでやっともう一度白のお話に戻ってきたい。白ってどうやって作るんですか？白ってどうやって作るんですか？で、3色混ぜたら白。これいいですよね。3色混ぜたら白。だけど3色混ぜなくても白は作れるんです。どういうことかっていうと、赤と水色を混ぜたら白が作れるんです。でしょ。赤と水色を混ぜたら白が作れる。それからもう一つ、まあ3通り、青と黄色を混ぜても作れる。それから緑と赤紫を混ぜても白が作れるんですね。さて、ここからはもう一回物理科学の話に戻るわけです。光が、先ほど水銀の光を見ました。鋭いこうシャープな線がこう立ってました。あそこに並べ、光、元素が出す光、材料が出す光っていうのは必ずこのスペクトルの線の上にどっかに光るわけですね。ということはここの上に光るんですね。この上に光るってことになります。さて、これで白を作りなさいって話です。白を作りなさいって話です。つまり、例えば緑と
赤紫で白を作ろうと思うと緑、赤紫、ここを作れないんですね。材料がない、こういうところの光を出すものはない。材料は必ずこの線の上の光を出す。だから作れない。さて、じゃあもう一つ、赤と水色の光、これを使ったら白ができるんじゃないの？確かにそうです。赤と水色の光を使えば、白がこの辺の光を使えば出せるんですけれども、もう、なんで、青色ダイオードがノーベル賞を取ったかということです。それは光にはエネルギー、光は、粒子という性質も持ってるんです。先ほどこう波長とか言ってたので、まさに波の性質を持ってたわけですが、その他に粒子の粒としての性質があります。粒としての光のエネルギーは波長が短い。青い光はエネルギーをたくさん持ってます。で、赤い光はちょっとしか持って、ちょっとってもまあそこそこ持ってるわけですが、ちょっとしか持ってません。そして、光、例えば蛍光灯で光の色をこう例えばこうぼーっと出しましたって言ったわけですが、約束があって、高いエネルギーから低いエネルギーの光は作れる、お釣りを出せば作れるんだけれども、逆はできない、ね、低いエネルギーを使って高いエネルギーの光を出せないんです。出せたらもう、もしそういうのを発明したらもう億万長者ですね。エネルギーのないとこからエネルギー作ってるわけですから。で、そうだとすると、普通 LED は赤っていうのが昔たくさんありました。赤の方がエネルギーが低い光を使って水色の光を作れないんです、ね、で、期待されたのは三原色の青を作ることだったわけです。青を作ればその青の光を使って波長の長い黄色の光を作ることで混ぜれば白で、青色 LED っていうのは三原色がこう用意できた。それはもちろんすごいことなんですが、青色 LED ができると白ができるっていうのは、その青い光を使うと、黄色い光が作れるからなんです。で、まさにこの先進理工学科はこういうように、光を操作するっていうことをやってる先生もたくさんいます。で、光のその見えるっていう生物的なこと、光だけではありませんけれども、生物の機能の研究をしている人もたくさんいます。そして光を扱ってこう光をコントロールしよう、それから光を計測しよう、そういう人がいます。さて、じゃあもう一回せっかくですので、LED の光をちょっと見てみましょうね。確かに青い光と、黄色い光が混ざっているわけです。これが、これが LED の光です。左側の非常に鋭く立っているところは実は青の光です。これが、LED、 青色 LED が出している光です。そして、真ん中のところっていうか、右側に少し高い小高い少し広い山がありますが、これは黄色の光です。で、蛍光灯も光を変えて色をぼーっとさせてたのと同じように、LED は青い光を使ってこの黄色い光を作ってるんですね。それで全体が白く見えるわけです。さて、三原色を使う と、いろんな色が作れるっていう、少し、ちょっと暗くしますか、もう少しデモをちょっとしてみよう。これ明るいと全然ちょっと、実はこれ3色の LED がこういうふうについてるわけです。で、これを使うと、いろんな色が作れるはずですね。で、どうやって作るのかとか非常に簡単で、光混ぜればいいんです。混ぜ方、光を混ぜる方法。
まあ、絵の具だったら筆でこういうふうにかき混ぜれば、絵の具が混ざります。光を混ぜるってどうやるのっていうことですが、光を混ぜるっていうのは、ピンポン玉で混ぜる。ピンポン玉の表面に当たった光がいろんなところに散らばって、もう一回こう混ざってくるわけね。さてこれ遠いとなかなか見えないかもしれないですが、これ何赤っぽく見えますよね。で、3色以外の色が出てくるんです。これ水色っぽくなりますよね。ね、3色以外の色を混ぜて、緑っていうのはもともとあった色ですが、赤紫、このあたりが、これ黄色なんて色はもともとなかったんです。ね、こういう色が出てくるわけです。じゃあこれを分光器でこれ覗いたらどんな風に見えるのかって言ったら、もうちょっと下を向けないといけない。暗くしないと見えないんだよね。これ光がすごく弱いですよね。これ2本こう合わさってこう光の色がこう出てるわけです。例えば緑だったら一つね、先ほど黄色っぽくするとこう2つ、じゃあ真っ白に、これ白にはなかなかならないんですけどね、例えば赤の光があってこう混ざり方を変えると色がこういうふうに変わってくる。さて、光っていうのはいろいろな、ことが我々に関係してきます。光を分けるっていう技術はまさに物理的な知識と技術なわけです。そして分けた光を観察することで科学的な材料の話も分かります。そしてそれで目で見ている色っていう観点になりますと、生物的な要するに人間の目の機構と色の感覚というそういうことになります。で我々先進理工学科、今後ちょっと名前変わりますけれども、そこでは、物理や化学や、生物、そういうものを、一通り、勉強することになっていて、その中で専門を自分で決めていってもらう。でその時にそれぞれが全く独立にこう何かあるわけじゃなくて、例えば光みたいなことを考えた時にも物理的なこと、化学的なこと、生物的なことを知って、そこで何か新しいことができないかな。そしてもう少し違うことに興味を持っている人は、例えば先ほどの色をコンピューターの上で再現するには RGB っていうコードが必要ですよね。そして例えば先ほどの RGB のコードでは、表しきれない光っていうのも実はあります。で、典型的に表せない光も分光器では見えるっていうのを少し見ておくことにしましょう。でこれで私のお話を終わりにしたいんですが、皆さんの、ところにこういうようなリモコンがありますが、これリモコンって光が出てるんですね。ちょっと光を見てみましょうか。でこれは、我々見えない光ですね。ここに鋭い光が出て、これ実は赤外線です。で、光の仲間として、電波も光の仲間です。ですから電気通信大学というのは、すごくこう、目に見えない光から電波っていうところまで光っていうのに強く関わっている、そういうような大学だということです。で、これで私の、模擬講義っていうのは終わりにさせていただきたいと思うんですが、まだこれ分光器ここにありますので、皆さんの携帯の中で赤外が出てる携帯もあるかもしれません。でどんな風に見えるの、それから、携帯で、光ってるのが何で光って白が見えてるのっていうのを確認したい人はこちらに来ていただいて、一緒に調べることもできますので楽しんでください。今日は模擬講義に参加いただきましてどうもありがとうございます。あと何か質問があれば質問を受け付けさせていただきたいと思うんですが、よろしいでしょうか。それでは個別に質問があれば質問を受けさせていただきます。どうもありがとうございました。